道北江差沖のオホーツク海で流氷でロシア船が動けなくなり、一管本部の巡視船が救助に向かっています。今日午前3時半過ぎ、江差町の沖およそ24km のオホーツク海で、ロシア船から流氷により航行できないと無線で一管本部に連絡がありました。動けなくなったのはロシア船籍のタンカーオストロフ・サハリン号で、ロシア人乗組員19人にけがはなく、船体への異常も確認されていないということです。船は流氷に阻まれ、おとといから航行できなくなっていたとみられ、砕氷能力を持つ巡視船が救助に向かっています。